いた。なるほどね、花山椒ってのを使うのか。そう、ただの山椒とは辛さも風味も段違い。東方でしか栽培されてないけど、最近は鉄道便で注文できるよ。いや、自分で麻婆を作るとどうも物足りなかったんだよな。まあか、一つ勉強になったぜ。レクターさん、こちらにいましたか。あっさり見つかったわね。なんだかものすごくチャランポランそうな。あとは身分確認ができればミッションし。ああ、遅かったな。待ってたぜ。マスター、こいつらがさっき言った連中だ。やる気と根性だけはあるからビシビシ。わかった、任せるね。4人というのは大変だけど、東方料理が広まるのは嬉しい。頑張ってついてくるよ。一体あっ追いかけない。こら、どこに行く。もう修行は始まっている。いや私たち勘違いなら仕方ない。でも何かの縁ね。って、いいんですか。手帳までもらっ、店の余り物だから気にしない。ありがとうございます。みんな追いかけるぞ。ええ、了解です。ダメだ。とんでもない人ですね。まるで私たちが来るのを分かってて引っ掛けたような。まあ、あれくらいのことは朝飯前。さすがは情報機関の隊員を務めるだけはある。とても軍人とは思えないような方法だけど。で、ここで、いや、今なら通りの人に聞けば。分かったわ、行きましょう。
あ、いた。うん、しかしクロスベルってのはマジでわけわからんよな。言いたいことはなんとなくわかりますけど、通称オルキスタワー、地上250アージュ、40階建ての世界初の超高層ビルディング。新市長に加えて企業用のフロア、国際会議場なども用意されているわ。確かに圧巻です。こんなに離れているのにあんなに大きく見えるなんてまだ隠れているから。どんなで、もう一通り完成してるんだって。ああ、もう市の職員の半分は、あちら実際のビルのお披露目は通商会議の時になるけど。で、ナミール首脳たちの度肝を抜くつもりってわけだ。やれやれ、データクロイスってな、思ってた以上の人物みたいだな。クロスベル警察、特務支援課としてお聞きします、レクター・ランドール殿。真面目だね。嫌だと言った。確かにクロスベルでは帝国、共和国政府関係者に対して、ですがそれはあくまで身元が明らかになっている場合だけです。逆に明らかにできなければ普通の外国人と同じレベルでは取り調べることができる。なるほど、そういうことか。うん、そうきたか。仕方ない、年貢のいいぜ俺。ん、どうしたんですか。ああ、なんか黒い人影が屋根を飛び回ってない。え、まさか、もしかして。でもこんな広い。信じられないことするな。ここまで常識が通用しない相手だなんて。この下は裏通りだ。本当に降りたんだ。わざわざ仕込んでいたのかな。とにかく追いましょう。ああ、通りにいる人たちに。なんだなんだ、またドギかよ。たまにはフィーナも出てくれないとつまんねえぜ。レクターさん、もう逃げられませんよ。いい加減観念して身元を明らかにしてください。身元ね、身元。あからさまにごまかそうとし、そうだ、イエスオアノーで答えるから。わかりました、帝国政府二等書記官。イエス。帝国軍情報局に所属する特務大尉でもいらっしゃる。イエスだ。あっさり認めるのか。では今回の訪問は帝国政府の意向を受けてのものですか。
ノーであり、1ヶ月以上の滞在をよ答えはノーだ。1週間くらい。ここまでか。ええ、これ以上お手数をかけました。ご協力感謝いたし。ああ別にいいけどよ。そういや、あのちびっこは元気か。ええ、おかげさまで元気いっぱいに暮らしている。その節はありがとうございました。僕たちを逃がすのに協力してくれたもんね。うん、何のことだ。俺はクロと遊んでただけだ。そういやハルトマンのおっさん結局捕まっちまったんだな。妙なのに連れ回されてたし、無事に保護され。なんでそんな。あの二人を逮捕してからま、そのあたりの確認も俺が。ちなみに、ああいたいた、こんなところで何やってんのさ。アルカンシェルのチケットを手配してくれる。それでどうなったのさ。うん、今日の夜公演の貴賓席を確保してやったぞ。せいぜい感謝するがよい。本当？サンキュー。前から見たかったんだよね。誰だ。まだ若いみたいで。あれ、ふーん、懐かしい匂いだ。え、はあ、どわっ、うわっ、ちょっと、ごちそう。うん、やっぱりかすかに匂いがするな。そっちの二人からはほとんど匂わないけど。あ、お姉さんはちょっとする。え、いつの間に後ろに。お姉さん大きいね。シャーリーはペタンだから羨ましいよ。ちょっとやめて。どうしてこんな。いい光景だ。確かに。じゃなくて、ちょっと君。やりたい放題だな。それ以上やるとセクハラになっちまうぞ。セクハラじゃないよ、スキンシップだってば。十分セクハラです。エリ大丈夫か。うん、それでは、ミシュラムのテーマパークで夜まで遊び倒すんで。それじゃ、ま、なんだったんだ。つい見逃しちゃいましたけど。強烈な子だ。15、6歳くらいかな。なかなかいい仕事するじゃない。いい仕事じゃありません。私がこんな目に。まあ女の子同士だし、そこまで深刻。それに君、マリア・ベルジョーに揉まれ慣れてるんじゃないの。揉まれ慣れてません。ご苦労でした。いろいろとつかめたようで。ええ、まさかあっさりと。こちらに知られたところで情報活動を制限されないという。しかしこれで滞在期間も大まかに把握でき、予想以上の成果を上げてくれたようです。誰かさんが体を張った甲斐があるってもんだよね。あ、張ってません。しかしその同行していた少女というのも、レクター隊員の諜報関係の部下といった感じ。いえ、諜報関係者にしては若すぎるし、あま、もっとも普通の民間人にも見えませんでした。そうですね、身のこなし。わかりました。その娘については、では私はこれで今回はおす。いえ、また何。なんと、それにしてもあの子本当にな。そうですね、ノリでごまかされましたけど、大国の情報将校に同行する。なかなか興味深い。
僕の番だ。俺の番だな。あたしの番ですね。そこ。そこだ。なんだ、その程度かい。行くぞ。はあ。さてと。それ。私の番ね。エニグマ。よし。エニグマ起動。行くよ。行くぞ。はあ。行きます。はあ。さてと。エニグマ。やっ。やっ。これがみんなの力ですね。よし、スタート。任せて。はい、行くよ。はっ。任せて。そこ。が。行くよ。はっ。行くぞ。は。はい。そこ。なんとかなりましたね。俺の番だな。さあ、行きます。エニグマ起動。僕の番か。えい。さてと、やっ。行くぞ。スタート。僕の番か。なんだ、その程度かい。やれやれ。つっ、俺の番だな。さあ、はい。やあ、無駄です。ええ、はい。さあ、先を急ぎましょう。負けられない。はい、俺の番だな。甘いね。行きます。そこ。
やれやれ。任せてくれ。よし。はっ。私のバカ。やれやれ。任せてくと。悪いな。先に行かせてもらうよ。僕の番か。俺の番だな。ロイド、お願い。ああ、任せろ。はっ、えいや、スターブラスト。迎撃完了。みんな、先に進もう。俺の番だ。そこだ。行きます。行くよ。まあまあだったね。えっか。やあ、甘いね。俺の番だな。やっ、私の番ね。みんな、ありがとう。行くよ。やっせ。なんだ、その程度かい。行きましょう、皆さん。分かった。私の番ね。よし。エニグマ駆動。俺の番だな。俺の番だな。いと、行くよ。エニグマ駆動。行くぞ、任せてくれ。これで決める。私の番ね。よし、行くよ。ついつい。はい。はあ、行くぞ。行きます。撃破します。それはあ、これで終わりです。俺の番だな。つって私の番ね。さてと。さてと。やれやれ。覚悟を見る。
っと。そろそろかかってきてもおかしく。はい。ああ、朝言った通り、そろそろ警察場所はわかるか。ええ、西クロスベル街道の途中からゲートに入ったところですね。ああ、ゲートを開けておく。ところで、一通り率直に言ってどうだった？あ、そうですね、いろいろと。その嗅覚、今までいいし、それじゃ待ってるぞ。了解しました。やっぱり課長だったみたいね。何か気になることを言ってたみたいですけど。ああ、課長もいろいろと状況の変化を感じている。ヘイユやレクター隊員のことも報告。そうね。で、そろそろ警察学校に行くのかい？ああ、西口から街道に出。
さてと、みんな警察学校まで行くとしたら。そうね、最近歩いてなかったから。それに確か西クロスベル街道に。だったらついでですし、歩いた方がいい。おいおい、ほんさすがに徒歩なんて。もういい若者、普段夜遊びばかりしてるんだから。こう体育会系のノリはあまり趣味じゃないんだけどな。ま、疲れたら優しいリーダーに。おぶらないから手配魔獣が出るかもしれん。了解します。行くよ。さてと、エニグマ、私の番ですね。エニグマ起動。えい、行くよ。よし、スタート。私の番ね、エニグマ。行きます。そこ甘いね。よし、僕の番か。私の番ね、行きます。やあ、これで一安心ですね。やった。行きます。はあ、任せて。はい、やれやれ、時間の無駄だったな。エイカ、奇襲成功、チャンスです。エイカ、いた。はい、そこ行くよ。やっはっ。さてと、任せてくれ。ストン、これが俺たちの力だ。行きましょう、皆さん。行った。さてと、エニグマ駆動。はい、はあ、さてと。あっ、私、そこ甘いね。いい夢は見られたかい。行くぞ。まだまだ行ける。ストン、さあかかってきなさい。はっ、やれやれ、エニグマ行くぞ。エッテア、さてと、そこ、そこだ。そこ行くよ。ちょっと、私のそこ。よし、戦闘終了、警戒態勢に戻ります。エイカ、奇襲成功、チャンスです。任せて。よしこんなところかしら。かかってこい。僕の番だ。よし、行くよ。よし、やあ、戦闘終了、警戒態勢に戻ります。僕の番か。エニグマ起動。はい、よし、ストップ。悪いな、先に行かせてもらうよ。
さあ、とっとと終わらせよう。さてと、エニグマ駆動。さっきのエニグマ駆動。行きます。は？さあ、僕の番か。エニグマ駆動。さあ、行くぞ。エニグマ駆動。やれやれ。はっ。よし。行くぞ。任せてくれ。いた。よし。行きます。やっ。つっ。やれやれ。またかい。僕の番か。つっせい。私のそこ。行くよ。はっせい。まあまあだったね。やった。やった。任せて。エニグマ駆動。さてと、エニグマ駆動。よし。そこ。僕の番か。俺の番だ。やった。そこだ。はい。はあ。これがみんなの力ですね。スト。やった。ここは俺たちのターンだ。任せて。はい。行くよ。やっせ。よし。そこ。僕の番か。つっ。やれやれ。俺の番だ。待たない。任せて。はい。よし。そこ。上出来かな。お疲れ様。やれやれ。やっせい。任せてくれ。俺の番だ。やれやれ。やっや。アディオス。いい夢を。スト。さあ、とっとと終わらせよう。任せて。そこ。僕の番。やっせい。やれやれ。またかい。はい。やあ。行くぞ。やれやれ。出直してきなよ。スティア。僕の相手じゃない。私やあ。私の馬鹿。僕の番。つっせ。やれやれ。私の勝ち。ごめんなさい、先に行くわね。ここは通らせてもらうわ。そこ。行くぞ。エッテア。みんな大丈夫か。敵接近、迎撃を開始します。行くぞ。やれやれ。やっや。よー、そこ。やっ。任せてくれ。そこ。よかった。やれやれ。
俺の番つって。さてと、はい。僕の番。やっせ。私の番。そこ。なんとかなったわね。ストップ。ストップ。お疲れ様。まあまあいい。やれやれ。行こうか。ロイド、ロイド。ああ、ここが勝機だ。ストライク。やれやれ、時間の無駄だったな。エッテア、よし、やっ、私の番ね。みんな、お願いします。行くよ。ハッキャ、やれやれ、ずっせ、任せて。エッテア、行きます。そこ、さて、そこ。みんな、怪我はない？さあ、かかってきなさい。私の番ね。エニグマ、やれやれ。エニグマ駆動。行くぞ。行くぞ。よし、上出来だ。さすがですね。